Itu saja saya. Terima kasih.越川玲子さんは江戸の粋である江戸仕草の第一人者。江戸の心意気を通じて世の中を啓発すべく立ち上がったのです。江戸仕草に関する本もたくさん執筆されていらっしゃいます。とってもお元気な越川さん、日本を良くしたいという強い志が伝わってくるようです。その満ち溢れるエネルギーで若者にガツンと活を入れちゃってください。で、早速なのですが、越川様は現在どのような活動をされていらっしゃるのでしょうか。活動してるかって、はい、私が一番知ってるのは講演ですね、はい、まずはあちらこちらに行ってます、はい、だからまあもう20年江戸仕草をこう普及伝承するために動いてますから、北は北海道から南は鹿児島かな、沖縄にも来ましたね。そんな風にして、まあ講演はもうですね、それからあとは原稿雑誌やなんかに何年か続けて書いてたりなんかしております。若い世代を育てるために、はい、若い世代これ伝承っていうのは自分より若い人に言わなきゃ意味ないんですね、はい、意味なくて、まあ同年配とか年齢のいった方たちはいいわね、そうねって言ったことおしまいなんですよね。だけど若い人は自分より若い人にまた教えてくれるんですよ、喋ってくれるけど、この間感想なんかにも書いてありましたけど、みんな聞いたことをみんな喋ってるみたいですよ、周りにね。そうするとその人たちがまた興味を持ってまた本を読むなりするので、もう伝播していきますでしょ。だからそういう意味で、それからとにかく伝承というのは若い人につなげなきゃ意味がないってこと、自分より若い人では。江戸仕草は現代に通用するコミュニケーションだと思いますが、なぜその江戸仕草を広めようと思いますか。だって今の世の中ひどいじゃないですか、うん、なんかね、まあ、私たちが育った頃とまた違ってますよね。だって、まあ、私たちが戦争っ子だから、まあ、戦争という特別なあれもあったけど、なんかね人情が薄くなったような気がしますね、人情にはね。で、これね、まあ、さっきも話したんですけどね、例えば子供が泣いてたらどうして泣くの、どうしたのって思わない方が不思議でしょ。だそういうふうに思えないっていう人が、その泣いてようが転んでようが平気っていう人、感じられない人が出てきてるっていうのが、それが不思議でしょうがない。あとね、それに近いことで、ちっちゃい子供が泣いてたりしますよね、うん、で僕なんか小さい子供がすごい好きなんですよ、うん、それでどうしたのってやったりとか、こうあやそうとすると、うん、お母さんがまず嫌がるんですよ、うん、でまあこんな時代だから、どこの誰だか分かんないから危ないからっていう理由もあるんでしょうけど、うん、昔って僕なんかもおいでって言われたら知らないうちとか抱きついたりとか、子供ってそうじゃないですか。私誰でも構わず声かけちゃうわね。そう僕なんかもそうなんです。で、生地こんなことやってやると、それは本能っていうか本性ですよね、人間のね感性ですよね。だからそういう風になっちゃったんですよ。電車の中にね、どっか旅行する子供たちがいて、ペチャ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 喋ってたから、私のお友達の美容師の人だから、どこ行くのって言ったんですって。どこ行くのって聞きますでしょ、たくさん、どこどこ行くの、あそこ行くの、ここ行くのって。昔の子だったらそう言ったけど、シーシー、知らない大人と口を聞くなっていうことだけで判断ができないんですね、判断しないんですね、判断しなくて、ただこれはね、考えない子供を作っちゃってるんじゃないかなと。今学校なんかでも先生方はやっぱり考える教育っていうのが、こう考えな、もう少し考えさせなきゃいけないとかっていうあれが出てきてるらしいんだけど、そうですね、どうしていいか分かんないみたいですね。これはやっぱり小さな時からね、江戸の町衆の指定だったら考えるってことはもう人間の自立の第一歩、自分の頭で考えて、自分の言葉で喋って、自分の頭で判断するっていうのは、小さいうちからね、そういういろんな手立てでこうやってるんですね。携帯電話とかインターネットとかが普及して、うん、もうほとんど大人同士もあんまり喋んない、うん、よく会社で同じ部屋にいる社員同士であれで喋ってるじゃないですか。家庭で自分の息子にね電話かけたりね、あれやったりしてるお母さんいますよ。
でそういうふうにしないと 話してくれないっていうの。でなんかね、私の友達もいたけど、男の子はね、お母さんお前なんて、私だったら引っ張られちゃうんだけどね、暴力お母さんじゃないけど、でもそんなこと許せないんだけど、お前っていうのよなんて喜んではいないんでしょうけど、そんなこと言う、なんかちょっとね、ちょっとおかしいですね、それはね。会話は全く必要だから、子どもたちも結局公園で遊んでても、友達同士でみんなで遊んでても通信ゲームって言って繋がってるゲームをやるから、ほとんど会話がない状態で遊んで帰る、さよならだけで、もう会話がとにかくないですよね。できないですよね、ディスカッションなんかできないですよね。だから集まってもね、みんなお菓子なんか自分で持ってきて自分でボソボソ食べて、そこのうちでもお菓子を出すでしょ、そのお菓子は食べるんだって、でも自分のお菓子は自分だけで食べて、片っぽ一人はテレビ見て、一人は本見て、一人は何かやってって、バラバラだと何のためにそのうち行くのかね、分かんないけど、そんなこと考えられなかった昔はね、みんなでね、何かあれしたんだけど、だからそんなね、もう悪い話ばっかりするの嫌だけどね、何かいい話もないかなと思いますよね。江戸のこの老人たちの物言いと若者に対してとても優しかったんだそうです。だからそれが聞きよいという、例えば長屋のあれなんかでも、八さん神さんたちはカンカンガクガクなんだこの野郎とかやってるけど、大家さんはそんなことを言いでないよって優しい言葉出してるっていうのね、そういうあれがあったみたいだから、老人の資格っていうのなんですよ江戸で。老人は大切にされたって言いますけど、老人にも資格があるわけね、まあ、本当は若者ですよね、今日若者のあれしなきゃ、まあ、老人の話をします。それでその老人の資格っていうのはね、あなたは今までどれだけ若者、若衆って若い衆って書いてある若衆、若い者を笑わせましたか、ね、まずその笑いとも最初、あなたはどれだけ若者を立てましたか、立てましたか、であなたはどれだけ若者に歴史や知恵を伝承しましたか、この3つの条件なんで、これをあれして本当に良い老人と言えるんだそうですけどね、笑わせたかってのは難しいですよね、なかなかね。今の3つは本当にそう思うんで、聞いてみたいなと思うんですけど、さすがに自分より年上の人にそういうこと聞けないじゃないですか、うんうん、でも本当それって大事ですね、うんうん、本当に聞いてみたいですね。そうですよだからね、青年会票という39歳まで終わって、懇親会からか何しって、いや僕は80代の女性と話すの初めてですっていうわけそれはそうですよね、うちにおばあちゃんいないから、だから老人ホームにね、あれ行くわけいかないからって言うんで、いや30代の 僕たちと80代の先生と、なんか違和感ないですねって言うから、当たり前よ、私同じ世代とばっかりで話してるから全然人間と進歩しないわよなんて言ってやるんだけど、いろんな世代とねスクランブルをしないとね、ダメだと思いますよ、同じ世代の同じ仲間とばっかり付き合ってたんじゃしょうがないと、まあ、そうですね、それは顕著ですよ ね、同じ世代だから、他人のいわゆる異文化との共生なんて問題以前の問題で、私は2つのことを教えてる。一つは平和ですよね。これは徳川家康がいかなることがあっても戦をやるなという一つ。それからもう一つはお付き合いの仕方を教えてるんですよ。お付き合いの仕方。なんかこれはすごい具体的なことですからね。でお付き合いの仕方。そのお付き合いといっても人間同士をもちろんあるし、草種人獣のように自然とのお付き合いの仕方、動物とのお付き合いの仕方、筆付き合いってこうあれの時お付き合いの仕方を教えてるんだけど、そのお付き合いの仕方の中で一番大事なのが、外国と外国人、土地国と土地国人、それから赤の他人との付き合いなんですね。っていうのは、これは今の言葉の直せは異文化との共生を言ってるわけですよ。だ江戸の今でさえね、なかなかこの難しいのに、江戸の時代から異文化との共生が一番大事だって言ってるんですよ。もうすごくやっぱりそういう点は進んでいるというか ね、うん、だから江戸っていうとね、なんか腹切りだとか、なんか私は江戸仕草の前にはグレイパンサーっていうね、アメリカの老人問題をあれして、ノンフィクション賞かなんかの優秀賞かなんかもらったんだけど、ああいうなんていうのかな、やっぱり共生ってことなんですよね、こう貫くものがね。で江戸にも、あ
あの強制ですごく感動して、それで本に書いたんだけど、そしたらこの江戸千草の先生の話を聞いて、これも日本にもそういうあれがあるんだと思って、それでアプローチしていって、江戸千草のまま面白くなってずっとやっていったんですけどね。会社で上司が若い子に飲みに誘うと、うん、若い子はもう普通にまあ断る人が圧倒的に多いらしいんですよ、うんうん、であんまりそれをしつこく誘うと、なんて言うんだっけそれ、なんとかセクハラじゃなくて、なんそう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 、パワハラって言って、あ、パワハラ、パワハラ、上司が若いのに仕事を教えてやろうと思ってちょっと飲み行くかっていうのがもう問題で、若い子は会社辞めちゃう。同じ社内の中で同じ仕事をしててもそんな文化でも何でもないじゃないですか、変な風にし、そんなのでもあの違う世代の人間とこう話をしたがらないっていうか、うんですね、だってそしたら進歩はないわよね、本当に、ね、何も覚えていくこともない、覚えてないし、伝えていくものもない、自分だけでできっこないじゃないですか、いろんな人に教えられたり見たり聞いたりしながらね、自分の力にしていくわけだから、だからなんだかもう非効率的な生き方 してるね、全体がね、なんか無駄ばっかりって感じで、今までこういいものも伝わってきたものも、うん、ここ最近ですよね、ここもう5年、うん、10年の間に、うん、全部このせっかく伝わってきたものっていうのが途切れ出してますよね、うんうん、あ、そうですよね、急にですよね、そうですね、10年急になんか変な、もう人権人権って叫んで、人権権利には責任と義務が必ず一緒になってるもんなのにね、なんで権利ばっかり主張するのかと思いますね。飲み行くの誘って会社辞めちゃってもね、ね、何も伝わっていかないですもん ね、仕事も継承していけないだろうし、そして、うちの中でも兄弟一人子が多いしね、だからもうあの兄弟多いといろんなことね、あの友達連れてきたって連れてきたりして、結構うちは3人子供で、3人が1人ずつでも6人でしょ、6人でが、うん、なんかこうやってましたよね、そうすると一つの社会ですよね、そうなるとね、だからいろんなことを覚えたり喧嘩したりなんかしながらいろんなことを覚えていくんでしょうけど、一人っ子はね、本当にそういう意味じゃ大変ですね。で先生、今後の活動の展開についてお伺いしたいのですが、いやね、あの、はい、NPO としてはですね、やっぱりあのこの口伝の江戸しぐさというのがあるんですね。でいろんな、まあ、常識や江戸の本はいっぱいありますよ、いっぱい。だけどそれはそれで江戸の知識がいっぱいあります。江戸学辞典ってこんな5000円も買えればもう全部載ってますから、そういうものとは違って国伝にしてきた、そしてみんながそれを実行して、みんなってね、あれが実行してきた、まあ、大人はもうちょっと諦めなきゃしょうがないけどそれでもね、今ね、青少年って言いますかね、青年20代30代40代の人が進学で商売繁盛って言うんですよ。だからただの商売繁盛じゃないんですよ、そのエコノミックアニマルみたいにやってるんじゃなくて、進学でっていうか、ちゃんと心を、石田梅岩じゃないけどね、石田梅岩とか、あの、なんだっけ、そういう人たちの進学で、まあ、人間の人の道としてはやまらないような生き方をしながら商売繁盛しようって言うんだから、うん、そういうことをして密かに爪を解いてるじゃないけど、密かに勉強してるんですよね、みんなね、そういうこともちらほら見えてきましたからね。今まではただもうあの欧米のねスキルだとか、あの論理だとか、ただこう真似して何でもこう最先端のあれだと取り入れてたけど、それも行き詰まってきてるんですね。それで江戸の一日っていうんで、まずその朝起きると朝飯前ってことがあって、これ朝飯前に、まあ、隣近所の挨拶することなんだけど、で午前中は三杉四杉の働きをしてお昼ご飯食べて、午後は旗を楽にする働きってあるんですよ、働く、旗を楽にする、これがボランティアなんですよね、働くね。そして夕方は明日に備えるって書いて明日日でしょ、明日に備える、これがなまって遊びになる。だから働くばっかりは脳じゃない、江戸商人というのは根気、やる気、根気、あとのんきというのがあるんですよ。だからもうカッカカッカ働いてばかりいたんじゃ良い仕様もならないっていう、そういう明日に備えるってあったら、企業と人材っていう会社のコンサルタントが遊びっていうあれに目をつけてね、これはこう今の閉塞状態を突破するいい言葉だって言って、なんか一冊にそのテーマにして遊びのいろんなデータを集めてもらいましたけどね。そんなことでね、江戸しぐさはただこれだけじゃないんだっていうようなことをビジネスマンにもね、知らせたいと思ってまして、その進学で商売繁盛なんてのはもうそのままつばきだと思いますね。そういうふうに自分自身を、おしん肥やしって言葉なんだけど、心を肥やすって書くんですけどね、これは自分にちゃんとこう
自分としては人間としての成長がなきゃ商売なんか繁盛しないよってね、うん、そういうことで、だからそれも何もあってとにかく商売繁盛だけで一生懸命やってたわけでしょ、うん、それでまあそうやって巨万の富を作った人もいるでしょうけどね、小学校3年生で今思いやりっていう言葉を知らない子供もいるらしいんですよ、3年生ぐらい。ああそうでしょう、さすがにもうちょっと大きくなると分かるらしいですけど、当たり前が分かんないって言ったら、そうそう、いや当たり前したら何て言いましたよ、普通って言うんだって、何でも普通でちょっとあれちょっと、うん、高等になると微妙って言うんだって、だからもう、なんていうの、ボキャブラリーがどんどん減ってきますよね、そしてこんなことやってたら健康上もよろしくないし、なんかそれがね、将来日本をあれする人だと思うと、早く一刻も早くね、あれしなきゃね。で、この島部が多かった中学校ってのでも高等学校になっちゃったのかな、近所でも評判がいいんですよ、とっても礼儀正しいってね、うん、花火大会の季節がやってきましたなんて、背景なんかでさてなんて書いてある、学校の授業で越川先生の江戸しぐさについて拝見させていただきました。はじめ江戸しぐさとはどんなものだろうと疑問に思いして拝見しているうちによく分かりました。私はかさかしげという動作は以前から行っていて、ね、だから行っているんですよ。これが江戸しぐさであると初めて知りました。近頃は自分のことをしか考えず相手に気を使う人が少なく、江戸しぐさを行っている人は少ないと思いました。普段歩いている時も人とぶつかりそうになっても避けようともしない人もいます。江戸しぐさをすることは誰にでも意識すればできることで、行うことによって自分だけではなく相手を敬うことだと思うので、江戸しぐさがもっと広まればよいなと思いました。気温差が激しいですがお体にお気をつけてお過ごしくださいなんて書いてある、ね、3年生らしい、中学3年生らしい、こういうふうにみんなね書いてるの、こう、だから私が今話したんじゃなくて、もう10年ぐらい前に話した最初のぐらいの学校のあれですからね、だからすごいですね、こういうものを伝えていく価値ってありますよね、絶対に必要ですよね、こういう手紙見てると思いますよね、だってそれで今の若者はなんか、うちの息子なんかも大学に行ったけど覇気がないっていうかね、優秀な子もいなくなっちゃったんだって。昔はねすごい優秀な子がいたんだけど、そういう子もいなくなっちゃったし、なんかスレスレで出ればいいみたいなね、なんかそういう子の方が多くなっちゃった。学力も低下してますね、全て体力もそうだし学力もそうだし、どんどん低下のあれですよね、特別にこう優秀な子とかさ、特別に強い子、特別になんとかっていなくなって、みんな平均的にギリギリのラインのところで似たり寄ったりの子どもたちが増えて、だから自分の勢力をつかなくてこのぐらいでいいやっていうのは十分出し切ってないでしょうね。だから人生そんな生き方でいい、その生き方ってのは続くと思うんですね。いきなり大人になって出るんじゃないからね、自分のことだけ考えてってなっちゃいますよね。そんな環境で生きてきたら自分が良ければ良くて、自分がまず 最優先って、多分その辺がどっかから変わってきちゃったのね。なんか親にはそうには教わらなかったから、世の中もそうだったし、誰かのために何かすることってかっこいいだろうって、そう本当にそうなんだろうな。本当にいつ頃から何からなのかしらね。なんかそれ学者なんか分析してんじゃないの、分析得意だから。私なんかあたりとこの辺のスタッフあたりの間のから多分極端に変わってるんですよね、ギリギリ。だから私なんかもいつも常に親にそうに言われてたんで、でそれを言うと今の若い人たちに子供の時こういうことされたってスタッフに言うと意味が分かんないって言われるんですよ。例えば電車なんかで男の子だから座るなって、ちょっとぐらい駅一つや二つ立ってろって母親に怒られたんですよ、真っ先に座ろうとすると、男の子なんだから体鍛えるって。昔はそうでしたよ。それを今の若い子に言うと、え、なんで座っちゃいけないんですかってよく意味分かんないんですけどって、例えば、だから多分この辺の年代でどうなのかしらね、何かが変わっちゃったんでしょうね。何かが変わっちゃったのね。いや今男の子で今おばあちゃんでさ、子供孫の方優先して自分はよろよろしてるのに、孫を座る、孫だってちゃんと小学校3年か4年ぐらいの男の子を座らせて自分が立ってたりして、そうですね、なんだよおかしいね、変なの全く美学とか美意識とか、全くそういうのは感じられないですよね、人としての美学とか男だからね、みんなほら知性とか感性とかって、知性と感性ってあれして、感性はもっと上の方で、知性っていうのってこっちは感情とかね、
肉体的な要求だとかこういうもんですよ。だから これとこれのこっちがこういうふうにできてるとこれ人間的なあれがなくなっちゃうけれども、感性というのはそれをこう総合した生命の本質みたいなものが感性で、こうあの子供は感性そのものだって人間の一番大事なものなんですよね、感性というのはね。そういうようなあれがないような気がしちゃう、ね、うん、だから なんかちょっと分かんないね、なんか人間とは別な生き物ができちゃったみたいな感じがするけど、あんまりもうあれだとね。こだわりがなさすぎるもんね。私なんかもだから、みんな今の若い子が携帯電話持って何してってみんなで同じことをやってるじゃないですか、うん、で僕なんかこだわりがあって、実は本当は自分も欲しくてもでもみんなやってるから意地でも持ちたくないなとか、ね、みんなと同じことやりたくないなとか、うん、自分のなんかこだわりがある、いやなんかプライドがありますよね。それはないんだ、感じない。みんなで電車に乗って一列全員10人がこうやってるのを自分のことしか考えてるから周りを見てないから、で逆に周りもやってからいいのかって安心してそこで馴染むことで安心してるだけで、そういう姿がみっともないんだって、みんなこう歩きながらこんなことやりながら歩いてるのがかっこ悪い猫背になってイヤホンして背中丸めて下うつむきながら歩いてることがかっこいいって、こうなんつうのかな、他からこうどういうふうに見えてるかとかっていうことはやっぱ考えないんですよね。僕なんかだとそういうのも嫌で、もう猫背になってこんなことやってるとこ人に見られたらかっこ悪いなって胸張って歩きたいなとか、うちの真ん中堂々と歩きたいなとかっていうことばっかりずっと考えてきたんですけど、今の子たちはもうみんなが一緒にやってるから逆に安心でよくて、それが無様でも格好が悪くても姿勢が悪くても気にならないっていう、だから出るのはため息とかじゃお手伝いもさせない、うん、こう何か墓部にしても落として割ったら親が手間かかるから、うん、お手伝いも今の子供はさしないでいい、うん、なるべくやらないでくれっていう、そう、ね、手伝い、子供がこう食器を下げようと思うと、うん、あいいよ置いといて、うん、何かって落とされて割られたとか、うん、仕事が増えるから、うん、もういいよそんなことやって今またお勉強しなさいって言って、うん、そうそう、お母さんも小さい子にこう食器を運んだりとか、うん、食べたものを片付けるとか、そういうことはもう省いちゃうらしいですね、うん、今の若いお母さん。いつから始まっちゃったのかな、うん、だから結局やっぱ最後さっきのところで子供にそういうことをやっぱ小さい子供に伝えていくことで、子供が家庭でそれを持ち帰る大人に言うっていうのがすごくいい方法かもしれないですよね、うん、子供たち小学生ぐらいのそれも本当ちっちゃい子に親が言われれば、江戸しぐさの先生が茶碗片付けろって言ってたんだよって、うん、これはこういうことなんだよって言えば大人もしょうがないから、あじゃあまあいいや片付けなさいって言うだろうし、大人を変えるためにはやっぱり子どもの力を借りることがいいんじゃないのかなって今話してて、ね、家庭の中でねできたでやらないことは外行ってもできないですね。できないですよね、ね、だから本当に何でもいい物は試してやってみらせた方がいや、うちの息子を私は3人育ったけど、長男がヒーターズ出してしょうがなかったの。うちの中でマッチ吸ったのって危なくてしょうがないからね。その頃まだ昔だからね、ヘッツイってなったんですよ。ヘッツイって知ってる？かまどですね。で、新聞紙をこう切ってこうキュッとこうリボンのようにしてね、してこう重ねて、それソダという、こう細い木をやって、で薪にこうする、そのご飯の炊き方を教えたの。そしてご飯炊き方を教えて、そして一月やってましたよ、ちゃんとご飯炊いて。だから私たちの寝てる間でご飯ができる。一月やったらさ、もういいって言い出してね。でもやってみたから引いたずらもしなくなったしね。やめろってやめてさせちゃだけではダメなんだよ。やってだから、それは見てないとね、危ないじゃないですか。あるいはうちの中の柱かなんかのこぎりで切り出したら、そんなようなことやるのね、男の子ってのは危ないんだ。でもそれをやっぱりある監視のもとに、そのひいたずらをご飯炊かしてね、一月やりました。それ今みんな止めちゃうでしょ、だから危ないから、段差から、ね、うん、だから昔小刀は紐の神なんてこう持って、みんな小刀で鉛筆削りましたからね。それ手を切っちゃいけないとかね。私
ました。今のお母さんと僕なんか意図してやらされましたよね、うん、1回ぐらい手切った方が、うん、そしたら覚えるからって言って、うん、そうそうそう、全然そんなの構わずやらされましたよね、うん、熱いものにも触るなっていうよりももう放置されておいて、で知らないから触る、もう熱いって分かるから次から触らないっていう、そうやってそうすると身について本当に覚えてるんですよね。そうそうそう、うん、でも熱いよって言われてるだけじゃ子供はどう熱いのか。アイロンだって触ってしょうがない、アイロン。だから熱い、やけどしない程度に触らせて熱いでしょって言ってね、やけどはさせないけどね、熱いなんて。だから、うんうん、分かんないから熱いっていう知識だけは分かるけど、うん、どう熱いか分からないから、うん、そうそうそう、本当に危険なことが起きるんじゃないのかなって。そうそうそう、あと人にもそういうことをやっちゃうんじゃないのかなって、ね、うんうん、やっぱり。それからやっぱり痛いってことしないからね、ちょっとぶってこれ痛いでしょっていうことを自分で感じなきゃダメですよね。そう、そうしないと人のことも叩くようになって、うん、そうそうそう、ただ言葉でこうやると痛いって言っても、そうそうそう、痛いのがどういうのかっていう体で分かってないですからね。分かってないからね、本当にやっぱり体感もう関連的だけになっちゃってるから、もう大人になってもこう抽象的なことばっかり言って、体感してる、もうあの知識はすごいんですよね、こうパッと今どこを引けばもう出てくるわけじゃないですか、いろんな知識が。でそれをパッと覚えてるだけで全然自分でこう実行してないから、あの自信もない、ないですよね、本当の自信もないし。子供、ちっちゃい子供を育てる、一言で言ったら何が大事だと思いますか。子供、お母さんとか、その子供が生まれて、まあまあ、年っていうか、まあ、ちっちゃいうちに一番こうしてあげなきゃいけない、一言でこう簡単に言うと一番大事なの、だからスキンシップでしょうね。だから可愛い可愛い可愛いって可愛がりすぎるってことはないそうですから、だから、うん、可愛い可愛いがあるってことがまず自分は愛されてるんだって、愛されるっていう言葉では思わないかもしれないけど、そういう快感が忘れられなくなるわけですよ、こう抱きしめられた快感。そうすると それは思いになって、こうやっぱりその時対応するものが出てくるんだそうですよ。それの経験がないっていうことは大変、あのそういうことができなくなっちゃうから大事なんじゃないですかね。それとやっぱり綺麗なあの自然とかこう色とか音楽だとか、うん、そういう美しいものにこう見せるっていうことね、それから音楽もそうですね、音をいい音をさせ、 あれすると、それからやっぱり父親母親のあの、うん、日頃のそのなんていうのかしら、例えば赤ちゃん、子供見てるんですよね、誰かに親切にしたこととか反対に邪気にしたこととか、いいとか悪いとかっていうのは結構判断してるから、やっぱとにかくじっと見てるわけよ一日中。だ全部親のあれってのは子供が全部吸い取っちゃってると思って間違いないじゃないですかね。だからその間、だから3歳まではやっぱりお母さんそばにいた方がいいと思うね。ですよね、それは外せないですよね。家庭でだから小さい時にいっぱい愛されてれば、うん、大事にされてれば人にもやるようになるっていうことですよね。そう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 、ちっちゃい時にどれだけこうやっぱ接してもらったかっていうので、うん、人にもそういうふうに接してられるってことだよね。そうなんですね、うん、甘やかすのはダメだけど甘えさせるのは必要なのかなって。甘やかすのと甘えさせるのはちょっと感覚的に似てるんですけど、僕なんか違うのかなって、甘えさせるのはいっぱい甘えさせていいのかなって、ただ甘やかすのはまた違うのかなっていう、うん、いやそこら辺の加減がね、さじ加減が難しいところですよね。だからね、私やっぱりそのイクメンの話が出たでしょ。だからあの男性、若い男性があの育児に関わることはすごくいいことだと思ってますよ。だあの小さなあの若いお父さんが子供のおむつかけたり抱かれたりするのはすごくいいと思うけど、こういうなんか動物的にすごい可愛いという感情を持つようになって、大人たちがこの頃おんぶして抱っこしたりしてますよね。あのだけどその時やっぱり父親とのこう社会的社会性っていうのが何か大事なことを教える存在だと思ってるわけね。だからそういうことで一緒になって甘やかしたらとんでもないことができちゃうなと思って、そこだけね、あのやっぱり父親の責任っていうのをやっぱり考えて、 ね、それは常に考えておいてほしいなと思いますね。あの小学校とかそういうところに僕はあのお花の華道 の講師を派遣したりとか、うん、そういうことをこれからやっていこうと思って、今年の秋ぐらいからそういう、まあ、NPO みたいな活動になるんですけど、そういうのをすごくやっていきたいんですよ。幼稚園とか小学校に和の文化とか、うん、だからこの江戸しぐさのお話みたいなものを、うん、でも全国的にそういう学校に対してそういうものを教育に取り入れるとか、そうですよ、講演したりとかっていうのを、あの本当にね、昔はそれ親がやったもんね。親がもう忙しくなっちゃってね、できないから、あのうちの政界の中に小笠原流 のあれがいますけど、そういう人たちの、まあ、カニ歩きや横歩きなんて
もう本当に綺麗ですね。スッ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 とこう滑るように、ああいうような、そして小学校行ってやってお辞儀の仕方とか姿勢とか、あの子どもたちの感想は来ましたけどね、初めて知ったって。やっぱりちゃんとしたお辞儀の仕方知らないわけですよ。だから、あのうちのそのうちの孫は4歳見習んとしてるんだけど、あれやってるわけね、あの空手ね、回し蹴りなんてするんだけど、ちゃんと白帯かなんか何枚も何回にも渡してちょっとお辞儀してんのね。だから武道ってのはそういう点いいですね。武道はいいです。僕はちょっと武道やってきたんですけど、ああいうなんか、ね、あの武道ってのはそれでなんかね、レスリングみたいにやっつけろみたいなあれじゃないしね、あのお相撲、お相撲さんっていえばね、四日市のねあれに公園行った時に、あのあそこはなんかいろんな武道が盛んなんですね。それで大きなね、百畳敷ぐらいのその柔道やなんか やれるお部屋とか、それから土俵まで作ってあるね。でそれでそのあれを見てってくださいってわけ、相撲をね。で女の子もね、ジーンズのように下をうんと踏んで押し締めてやるのよね。それで周りに父兄があれ座っててね、それでどうやって勝ち負けを決めてくれって言って、で勝ち負けのそのあれ、あの技術じゃなくてね、どっちが思いやりがあったかっての、うん、で私そんなの相撲に思いやりってのは分かんなかった。ただあの相撲の場合、こう土俵で砂がついたらあれこう起こしてあげたりなんかしてますよね。あれは勝った力士が、あの負けた力士をこうあれしてるし、あんなようなあるのかと思うと、みんなが勝った方に、だからどこが思いやりかすぐ分かるんでしょう、あの相撲をよく知ってるから。それでパッと上げたなんかしたけど、私はどこが思いやりか分かんなかった。そんなふうにしてどちらに思いやりがある相撲が取れたかっていうのをやってましたけどね。武道ってそういうとこあるんですよね、うん、勝てばいいんじゃなくて、うん、そうじゃなくてね、どうやって勝ったか、それこそ武士道なんかもそうなんですけど、うん、どうやって勝ったかっていうことが大事で、結果だけではないんですよね。だからそういうよく相撲を知ってる人じゃないと分かんないでしょうね。私は どうしてどうなったか多分、うん、分かんないけど、まあ、いろんなことがありますね。で迷わず上げてましたから、みんなその父兄の人が、うん、女の子までねやってるのもなんかすごい楽しい。本当の相撲さんみたいな人もいたけどね、裸で。そう、武道はいいよね。いいですね、やっぱり武道、ね、そう武道と、あと読書をしなくなったでしょう、うん、私なんか子供に一番大事なのは本当に武道と読書と江戸仕草、うん、もうこの3つでもう十分なんじゃないのかなっていう、うん、本当にもともと昔は当たり前にみんなやったことですか。そうです、この3つを子供にちっちゃい時からやらしておけば、うん、間違いない人間にはなんじゃないのかなって、うん、そう、武道をやってね、読書して江戸仕草を学べば、あの弓なんかも相当あの礼儀正しいみたいね、あれもね、ああいう日本の武道ってのはなかなかいいですね、うん、どうやって勝つかってことは海外のスポーツにあんまないんですよ。海外は勝てばいいわけじゃないですか。ああああ、そう日本は絶対にどうやって勝ったかっていう剣道とかいろいろやってたんですけど、勝った後に、うん、メンって一本取った後に、うん、斬新って言うんですけど、相手に心をちゃんと残すこと、うん、自分も油断しない、うん、で相手切った相手にも、まあ、申し訳ないっていう、相手にちゃんと心を残すっていうことを斬新って言うんですけど、それができてないと、うん、一本取っても誰も旗上げてくんないんですよ。そうね、うん、そう面白いね、武道をやるとこう礼儀正しくなるんです、ね、それから卑怯ってことがすごい恥ずかしいことに、ね、今卑怯なことが頭いいみたいぐらいに思われてるのか嫌になっちゃうね。それが一番ダメだね、卑怯が一番ダメですね、うん、そうそうそう、卑怯なことをやるっていう、卑怯なことやったらもう昔の侍だったら腹かき切るぐらいのね、あの恥ずかしいことだったっていうことはもう考えられないんじゃないかしらね、今ね。武道をやってる子はいじめなんかを集団でやるってことには加担しないでしょうね。本当やあんなこと、卑怯の本当にもう大変なんですよね、弱い者いじめっていうのがね、相変わらずまだ続いてるんですよね。大人のね、あの会社なんかでもいじめあるみたいだからもう嫌になっちゃうね。なんかおかしな世の中ですよ、うん、本日は越川先生、貴重なお話をありがとうございました。どうもありがとうございました。いたしまして。NPO 法人江戸しぐさでは毎年私の平成しぐさ、ふるさとしぐさコンクールを実施しています。
日常の中で思いやりを感じた体験などについてエッセイやイラストを募集。 NPO 法人江戸しぐさのホームページをご覧ください。穏やかな時間が流れる八芳園。江戸時代から存在する由緒ある庭園です。都会の喧騒を忘れて一時緑を楽しみに来ませんか？